じゃあこれから、これは三尺バナナですが、三尺バナナの親株の周りにですね、子株が出てきています。でこの子株を掘り上げたいんですが、その手前にもうちょっと小さいのがあるので、もしかするとこういう小さいのは犠牲にしないといけないかもしれませんが、まあ、バナナを掘る場合にはこういう本土でいうとタケノコを掘るのに似たような鉄棒を使います。ツルハシでもいいんですが、こういう鉄棒の方がですね、掘りやすいんですね。それで沖縄の人たちはですね、だいたい垂直に、この上の方から映してもらうと分かりますが、垂直にこういう風に刺していってバナナ掘っちゃうんですね。こうやるとですね、僕たちみたいに土寄せしている場合には、この表面、土の表面浅いところに根が張っているものですから、ブツブツちょん切ってしまうことになります。それで僕の場合にはこういう風に垂直にしないで斜めに、こういう風に斜めに刺してやって、もし表面に根っこが来ている場合でも、あんまりブツンとですね、切んないようにして、どの辺まであるか探りながらやるために、こういう風に斜めに刺してやって周りを掘っていくんですね。そうですね、小株から20センチぐらい離れたところをこう掘っていきます。で、一回りだいたい親株の近くまでですね、半周するような感じで、小株をこう半周するような感じでこう掘っていくわけです。斜めに刺していきながら、こういう子株か親株の根ですね、まあ出てるのを確認しながら、これあんまり近くね、ブツブツってやっていくとこれちょん切ってしまうことになりますから、こういうふうに少し離れたところからやっていくことによって、これをちょん切らないで根が出てるなって確認しながらやるんですね。そうしたらちょっと一周っていうか半周ぐらいやっていって、その後が大事なんですが、まあだんだん出てきますね。全体を取ってもらった方がいいと思ったら、あんまり近づくと部分しか見えなくなっちゃうから。で、問題はですね、ここにさらに小さな株が出てるっていうことなんですね、これね。で、しょうがないから2本一緒に掘るつもりで、ちょっとこっちに回していきますね。こっちから撮影してます、ね。で、これも本当はですね、土避けながら、こう避けながら掘っていった方がいいんですね。これ深さはですね、そうですね、15センチから20センチぐらいは本当は掘っていった方がいいと思うんですね。そして最後はですね、こうぐるっと掘っていった後は、この親株から切り離さないといけないんですが、そこが一番難しいところですね。で、それをやるときにはですね、親株と子株の間にまずぐさっと刺すんですが、これ何回か刺していってね、そして子株の方向にね、この鉄棒をね、こんな風にやっていくんです。反対じゃなくて、これは刺して親株とね、子株をこう切り分けるようにして、こっち側にねやって起こしていくんですよ。そのためにはこの掘りたい子株1本か2本ありますが、それをどっかでこれちょん切んなきゃないわけですね。ぐるーっと掘る必要はないんです。で、掘っていって起こしながら、子株の本当は一番下まで達すればいいんですが、まあ、なかなか難しい時もあるので、途中で犠牲にしなきゃないんですが、こうやって刺してこっち側に寄せて
こう株をね外していくわけなんですね。こんな風にガキって今言ったでしょ。これは親株から外れてる音ですね。そして下からねこう掘り起こしていけば子株から外れるわけなんですが、あっちこっちね念のためなるべく子株全体を取り上げられるように3年に半周、まあ、180度っていうんですかね、これ円周が360度だとすると180度ぐらいね丹念に取り上げていく方がいいわけなんです。で最後完全に切り離した後なるべく深く入れてやってですねこうやって起こしていくわけですね。だからそばから撮影してもらったら分かりやすいと思うんですが、こうやってまあ大体親株からは離れてるわけなんですね。ただこれを掘り起こして根っこを見てみましょう。まあ、ひっくり返してみますから、そうしますとこれが大きい方の子株で根が十分ついてます。ですからこれは地植えしてもね不織布ポットに植えてもつきます。これ完全にね。で問題の小さい方だったんですがこちらも根がこれぐらいついてますのでこれも大丈夫だと思います。で予期せぬことにもう一つまあ本当に小さいのがあったんですね。ところが普通はねこういう根がついてないんですがこれは幸いね根がまあ一本ちょん切れてるけどこれが残ってるわけですね。こういうのは生き残る可能性があります。これもしね根がないとすると不織布ポットなどに植えてみてもねだんだん枯れていっちゃうんですよね。あるいは腐っていっちゃうんですね。でもここで一番いいのはこれですからこれとこれはねいけるように思います。そしたら一点ここで止めてもらって